なくしてしまうということもあると、そういう重大な問題でありますから、私もこの責任者として必死でこの1年半取り組んでまいりました。これが今の自公政権で出た結果がこうですが、仮に今の立憲民主党から共産党までの政権になった場合、これよりも効果的な対策が打てたかどうか、もちろん今野党の皆さんが打てたと、私たちにやらせてくれればもっと抑えられたとおっしゃっています。これは両方の政権を比べたことがある有権者の方に冷静にご判断をいただくしかないと思います。もう一つ、政権選択をするにあたって重要な視点というのが安全保障であります。日本にいるとこんな平和な国はないな、私もそう感じる時がありますが、実際問題、世界的な安全保障の専門家が21世紀に大きな大戦が起こる可能性がある2つの地域を挙げています。その一つはイラクやイスラエル、あの辺がある中近東なんですね。でもう一つは日本を取り巻く東アジア。専門家から見ると世界で大きな戦争が起こる可能性が高い2つのうちの1つがこの日本を取り巻く地域であります。現実問題として北朝鮮は頻繁に今核実験やミサイル発射を繰り返していますし、中国はですね、東シナ海に関する進出を強めています。台湾海峡の問題もあります。こういった緊張が高まる東アジアの中において、本当に日本人の命と財産を守っていける、その政権は今の自公政権なのか今の野党政権なのか、このこともご判断をいただかなければなりません。私も衆議院の情報監視審査会会長もやって、改めて日本が今ここ存在しているためには自由主義権の信頼関係の上に日米同盟を基軸として日本が成り立っているんだということを改めて痛感をいたしました。私は自信を持って今国際関係自由主義権の中においてそれぞれの国と信頼関係の上に日本の安全を守っていける、そういう政権は現行の自公政権しかないと強く確信をしておりますし、皆さんにお訴えさせていただくところであります。もうすぐその選択の時も始まりますけれども、ぜひですね、今日お集まりの皆さんはもう長く私の活動を支えていただいた方々ばかりであります。今日皆さんに私からお話をさせていただいた、どちらの政権になった時に新型コロナ対策や経済対策、また日本人の命を守る安全保障が託せるのかと、この話をですね、お仲間ご近在の方々にご理解を進めをいただきたいと思います。私もですね、とにかく今置かれている職務必死でやってますが、皆さんのご期待に添えるようにもう一生懸命進めることを改めてお誓いを申し上げる次第であります。合わせて今日竹内先生をはじめですね、公明党の皆さんにもご参考いただきました。長く自公で連立政権の中でお互いの協力関係の中でしっかりと今政権を進めております。どうか私に対するご支援に加えて公明党の活動に対するご理解ご協力も合わせてお願い申し上げまして、本日の街頭演説とさせていただきます。ご参加ありがとうございました。皆様、松野氏のですね、熱いメッセージいただきましたでしょうか。私が見る限りどの地区にも増して今お話の内容の濃いものでございました。ぜひですね、来たるべき選挙、松野氏しっかりと皆様よろしくお願いいたします。あと1点だけ私の方から報告させてください。10月19日火曜日より選挙が公示され、第1期生を五井駅西口ロータリー10時半より松野氏の
第一声がスタートします。ぜひ、お時間の許す方、また熱い思いを持って松戸市を応援したいという方、ご参集賜ればと思いますので、よろしくお願いします。以上をもちまして、東海浦上地区街頭演説会を終了いたします。ありがとうございました。